超 VIP スペシャルサイト。続いてはこの番組から生まれたプロジェクト絶好調のコンプリートビデオをクリック。さまざまなジャンルで活躍する美少女たちをこれまでに350人以上も紹介してきたこの番組、その中でも特に反響の大きかった女の子をピックアップしてソロビデオを制作。それが超 VIP プレゼンツザ・コンプリートビデオ。そのラインナップは、福島里奈、加藤夏希、黒羽かな子、松本まりか。前回登場の若林奈美子に続く超 VIP な美少女は、イエイ、番組が番組をご覧の皆様こんばんは、神戸みゆきです。この度神戸みゆきのビデオが出ました。やっほー、言えた。目覚ましい成長を遂げ人気実力急上昇、セーラームーンの神戸みゆきがついにザ・コンプリートのビデオと DVD に登場。みゆきちゃんのキュートな笑顔に急接近。さらに9つのキーワードからみゆきちゃんの魅力を余すことなく大解剖、丸ごとお見せしちゃいます。神戸みゆきがいっぱい詰まった、盛りだくさんのビデオなんで楽しみに見てね。というわけでスタジオには神戸みゆきさんをお迎えしました。こんばんは。こんばんは。元気ですか？ほんと元気ですね。元気ですよ。一生懸命生きないともったいないなってこの前実感したので一生懸命です、いつも。はい、今回の撮影は一体どうだったのか、ちょっとそこからお話伺っていってもいいですか？はい、自分が一番やりたかったことで、今回ちょっとやってみようって言って作詞作曲をしたんですか？はい、初めてだったんですけど、結構うまくいきまして、なんかみんなも無理だよって言ってたらしいんですけど、私が作ってきましたって言ってですね、みんなに聞かせたらおーって言って、みんなびっくりしてましたからね。みんなこれ完璧です。これもう花丸ですよ。私はやりました。やりました。やりました。もう一生懸命生きてるんでやれかしましたよ。さあ、そしてですね、中でやってました、はい、ローラーブレードですけど、ローラーブレード、あれ何なんだ、うまいんですか？いや、うまくないですよ全然。あれくらいが普通なんです。普通に滑ることがすごい。本当ですか？はい、すごい。滑れないんですか？滑れません。はっ、あ、そう。だって転んだら怖いじゃないですか。ちっちゃい頃にローラーブレードが流行って、もう友達とこうなんか出かけようって言ったらローラーブレード持ったりして。へえ、アメリカみたいですね。でも全然走った方が早いんですよねさあ、そしてここで突然なんですが、視聴者の方からこんな質問に答えてほしいという7つの質問をご用意させていただきました。はい、これね、残念ながら30秒でバンバン答えていただこうと。30秒はい、参ります。はい、よーい、スタート。第1問、チャームポイントは？チャームポイント、前歯、前歯、爪かな。はい、第2問、マイブームは？マイブーム、漫画喫茶です。第3問、嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物、カタツムリ。第4問、ニックネームは？ミウとか、ミユキとか、カンベとか。つまんなくすみません。第5問、自分を動物に例えると？リスとか子犬って言われます。第6問、休みは何をしていますか？漫画喫茶。第7問、はい、第7問、好きな男性のタイプは？終了。1秒こぼれぐらいでしたけど、ギリギリギリでしたかね。マイブームっつの間違えました。マイブーム何ですか？これ間違えました。ポンパドールっていう、この髪型をね、あ、ちょっとこうねじって前髪を上げるという、言いたくてこの髪型にしたのに間違えちゃいましたというわけで、この神戸みゆきちゃんのビデオと DVD は好評発売中です。5月6日にはこちらで、はい、イベントも行われるということですからね。ここにはい、ぜひ皆様お越しください。お待ちしています。